今日はちょっとこのブラックダイヤモンドスキンメンテナンスキットっていう製品を紹介したいと思います。クライミングしてる人がこう揃えたい道具が一通り全部入ってるっていう、まあ一点こうセット商品になってます。結構使いやすいんで、ちょっと中を一回みんなに見てもらおうかなと思います。ちょっと見てもらって出しますね。これがテーピング2種類で、これがスポンジのヤスリです。で、これがブラックダイヤモンドの爪切り。でこれで全部で2200円なんですよ。まあ、1個1個買ったら結構高いんですけど、この4種類セットで2200円というのはかなりお得かなと思います。このブラックダイヤモンドのちょっと可愛い小さい爪切り、これまあ先がストレートになってるんで、まあ、指皮とかでちょっと切れちゃったっていうのが、まあ、うまく皮を調整しやすいというか、切るときに、まあ、あんまりギザギザならないんで、すごいスパッて切れます、で小さいんで、かなり細かいところまでいけますね。でこっちはヤスリです。でこっちのヤスリはスポンジになってるんですけど、結構硬いんですよ。結構硬度があって、まあ、こっちの面もあるし、横もあるし、まあ、ここの手で持つとこ以外は全部ヤスリの状態になってて、まあ登り終わった後とか結構皮をそのままにしてると微妙な感じで再生したりするんで、まあ、できるだけ均一にする方が指皮のこう凸凹が少なくなるというか、ちょっとめくれた状態で登ったりするとそこから傷が広がったりするんで、まあ、こういうヤスリとかで、皮を均一にするのが、まあ、指皮メンテナンス的にはすごいいいかなと思います。であとはまあクライミングには結構よく使うテーピング、まあ、指が痛い人とかももちろんなんですけど、まあ、保護のために使う人も最近は多くて、まあ、こっちのテーピングは 38mm 3.8 センチで、まあ、結構太いんで、手首とか、まあ、結構大きく巻きたいとかに使えるサイズ。でこっちはね、初めからちょっと切れてるんですけど、ここで。こっちがね、1.25。で、こっちが 2.5 センチ。なんで、まあ、この指の細いとこを使いたい人は、この 1.25 の方で。まあ、この38ほど大きいのはいらないけど、ちょっと大きく巻きたい人は、この 2.5 を使うのが便利かなと思います。まあ、これだけあれば、とりあえず必要な道具っていうのが全部揃ってるんで、まあ、この全部入るバッグと合わせて、まあ、この中に全部こう収納して持っていけるんで、岩場行くときもすごい便利です。はい。まあ、もらっても嬉しいし、プレゼントにもおすすめです。はい、よかったら検討してみてください。はい。はい。お願いします。